スノーマンが TOBE ナンバーアンダーライン愛への宣戦布告か、それすの、スノゾーインの過去と滝沢秀明氏に言及した理由、二宮和也も巻き込んだ決別宣言か。7月5日、スノーマンの看板組、それスノーマンにやらせてください。それすの SP、TBSK、午後8時30分からで放送された、嵐二宮和也、41。 とのトーク企画にファンから賛否の声が上がっていた。ラウール21がパリ出張中のため、スノーマン8人と二宮が、スタッフなしの居酒屋で本音トークをすることに。予告で向かい孝二、30メグロ連2七。ラウールの3人が新たにメンバーとして加入した経緯や、退所するまでの10年間、スノーマンに敬わっていた滝沢秀明氏42。 について語られるとあって注目されていた。まず二宮は、この企画を受けた理由を問われ、自身が昨年10月に旧ジャニーズから独立し、直属の先輩、後輩という形ではなくなったので、自由に発言できる気がしたからだと課した。そして、嵐結成の経緯についての話になり、渡辺翔太31もスノーマンデビューの経緯に言及。 実は10人以上の編成になる予定だったこと、当時6人いたメンバーが追加メンバーを選んだなどを明かした。トークの後半、二宮が滝沢氏と連絡を取っていると明かすと、メンバーから驚きの声が上がり、佐久間大輔32が、逆に僕たちは滝沢くんと一切連絡取ってないと告白。続けて深沢達也32が滝沢氏には目指すものがあり。 自分たちには今の環境でやりたいエンターメントがあると発言。これを受け、二宮は、ちゃんと誇れる先輩でいてほしいよね、と語っていた。視聴者の X、旧ツイッター上には、二宮さんとの座談からは、絶対表ではお話できないことや葛藤が多くある中で、自分たちは選んで今の場所にいるんだよ、という気持ちを私は受け取った。 滝沢くんが独立した背景をスノーマンを使って、チンプで安っぽい言葉で語って、垂れ流さないでほしい。など、ファンの立場の違いから賛否の声が出ていた。番組が好調なこのタイミングで、どうしてこの内容を放送したのか、正直、スタッフの意図はよくわかりません。3人の新加入の経緯は当時、ショックを受けたファンも多く、 子さんにとってはネタ子を起こす行為でしょうし、滝沢氏とスノーマンの関係も、それすの、きっかけでファンになった人には、それほど興味がないと思われます。芸能ライター、坂上五郎。スタッフのいないフリートークとはいえ、何でも話して OK であるはずはない。これらの発言に何らかの意図があるのか。言ってしまえば、飛べ、 滝沢氏への決別宣言と宣戦布告なのかもしれません。背景には、戸部所属タレント、特にナンバーアンダーライン愛の露出が急激に増えていることもあり、自分たちのスタンスを明確にした上で、お互い正々堂々と勝負しましょうという、スノーマン側からのメッセージだとすると、負に落ちます。全同。小ジャニー北川氏の性加害問題の影響で姿を消していたが、 ようやく音楽特番に戻ってきたスノーマンとファーストアルバムの愛アイをリリースし、本格的に活動を始めたナンバー・アンダーライン・アイは番組で共演する機会が増え、7月3日放送、FNS 歌謡祭夏、フジテレビ系6日放送、ザ・ミュージックで、日本テレビ系で同じ舞台に上がった。また、オリコンランキングでも両者は各部門で真っ向からぶつかり合っている。 ファンの間で様々な物議を醸した今回の放送だが、スタートのスノーマン、飛べのナバアンダーライン愛の両者が競り合うことで、さらなるステージに進むことに期待したい。この日の出演を欠席していたラウールは、ちょうど収録のタイミングでパリコレに参加していた。活動もワールドワイドになってきている。